トムです。オーケー、サナちゃん見てる、くるぶしですさあ始まりましたけれども、いやもう 第何回目か分かんないけど、分からんけど今回は、うん、あの、まあ、YouTube ではやっぱり通らないといけない道というか、うん、あの皆さんやっぱこれは やんないとなっていう企画、お商品レビューです。あーすごいぞ、レビューは YouTuber たくさんいるから ね、 そ、 うね、そこで今回僕ら2人にしかできない商品をね、うん、レビューしたいなと思います。なるほど、今回ご紹介いただく商品はエレマウラあ、見たことあるぞそれ、エレマグラという、商品。何これ。これですね、うん、大人のおもちゃの一種で、うん、ごめんね、男性用です。なんか見た感じ女性用な感じするね。女性に使いそうな感じなんだけど、うん、実はこれ男性のですね、うん、お尻に挿入するもの、うん、はい、僕らもまだそこは未経験なんで、ね、マロちゃん聞いちゃダメマロちゃん聞いちゃダメだよ、耳塞がれてる、マロちゃん聞いちゃダメ。これをですね2人で使ってみようじゃないかというごめんね。男は黙ってペペローションということで、ね、黄金のコンビでね、パッケージ見ると、うん、10倍楽しめる120種類の振動、これあれだ、バイブが入ってる、バイブが入ってる、これ自体が振動するっていう、後ろすごいもん、はい、より深いアナルオーガズムを現実に前立腺、それを刺激すると、うん、女の子みたいな、うん、性行為の気持ちよさなんだ、うん、前立腺で、うん、行くっていうのが、うん、これを覚えてしまうと、うん、男性はもう前ではできないと言われてる、なのでもしかしたら今後2人が女性っぽくなっていくなっていく可能性もなきにしもあらずなんで、なるほどね、この動画を最後に、なるほど、まあ、いやもしかしたらほんならもう男らしい2人とはもうこれが最後、最後かもしれない、もう本当に心の準備をねしていただいてご覧いただければな、俺が準備できないまあね、開封していこうかな、開けていこう、開けていこう、開けていきましょう、開けていこう、見たい見たい、はい、まろちゃん見ちゃダメまろちゃん見ちゃダメです、まろちゃん見ちゃダメです、ごめんね。開けてみたいと思います。ほっ、あ、意外と、あ、ちっちゃい、結構さっぱりしてますね。あ、そうなの、思ってたよりってことね。思ってたより、なんか包装もされてないし、うん、このままバンド入ってるし、あ、うん、ありがたいことに電池がついてる。なるほどなるほど、これ大事ですよね、うん、もうみんなエロのこと考えてるから電池のことなんでみんな忘れてるからこれはポイント高いですよ。ちょっとじゃあこちら、あ、説明書とか一切ないわこれ。もう裏に書いてるもんで終わりってこと？そうだね、ちょっと注意だけ読みます、うん、本製品はジョークグッズです。その他の目的でご使用された場合の責任は一切負いかねます。あ、だからこれお尻の穴に入れる以外で使っちゃうとまずいよっていう。なるほどね、ごめんね。ちょっとチョモさんどうですか、持ってみて。あ、全然ちっちゃいな、うん、パッケージで見るより入りそうな気がしてきた。これは何なんだろうね、この返しみたいな。あ、そうだね、別になんかそのめっちゃ動くってわけでもないね。なんだろうブーごめんね。早速電池を、単イオン電池。あ、なるほどね、そういうことね。あ、来た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 、はい、来ました皆さん、お待ちかね。これで強さを、それっぽい音してんな。今これフルパワーですね。これで、あ、すごい。これ F は何やろな、フィストの。あ、この F を押すと振動のパターンが変わる。ファンクションボタンって書いてあるファンクションの F や何、初めて聞いたけど、うわ、すごい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 、あごめんね。何なのそれは、どういう感情なのあごめんね、はい、これをですね、今回あの実際お尻に入れてみようんじゃないかと、あのいうことで挑戦動画ですね。挑戦動画です。早速生まれ変わってしまうかもしれないっていう挑戦動画ですねお母さんありがとう、産んでくれてじゃあ早速入れてみましょうか。入れてみましょう、はい、じゃあちょっと場所を変えますか。はい、じゃあせーの、ちょごめんね。ゴマゴエネマグラしていきたいと思います。オッケーで使いますということで、ゴムがかぶせていきます。あの
どんな関係やねん二人ってなるんでね。笑けるわもうこんなもんほんま。入る？こんなん。男は黙ってペペローション。いやマジでちょっと道の世界すぎて。ここでこうかけたらいいか。ちょっと待って。あ、こんな感じなんや。なんかもっとサラサラって出るかと思ったらちょっと見てこれ。ちょっと見て。つけへんぞ、こんなん。これどうやって使うねん。納豆の糸を引いてるやつみたいです。これ、物資にちゃんと教えてもらってよかったな。こうか、こうですね。あー、リモコンが邪魔やな。それでは、もしかしたらさっき物資が言ってみたいですね、もう、男らしいチョモラテとはこれが最後になるかもしれないということで、さよなら。これ、どういう感じよ。こう、こういうことかもしれん。こう、こんな無理じゃない？わからんわからん。これ、これどうなん？これ。これ無理かな？ちょっと、無理よ。こんなんどうしたら入るわけ？わからんわからん。チョモが、ちょっとね、入んなかったということで、ここは頑張ってみたいと思います。エネマグラに、コンドームを、かぶせていきたいと思います。ストップザ・エイズ！チョモ君はさっき、ローションをこのまま垂らしてましたけど、本当はね、こう、水で薄めたり、お湯で溶かしたりね、した方が、使いやすいです。何のレビューだろう、これは。はい、これをね、実際に、入れて、井出くるぶしも、メスになっていきたいなと思います。じゃ早速。よいしょ。お尻側にもね、ローションを入れないとあかんですよ、これは。それでは、入れていきたいと思います。ほ、お、あ、い、あ、あ、いや、あ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 、入りました。うまい！これはやばいな。じゃあちょっとね、このバイブを鳴らしてみたいなと思うんですけど。スイッチオン。うわぁ！来たぁ！来たぁ！これでいくっていうのはちょっとわかんないですけど。無事、女になりました。エネマグラ最高。ごめんね。この度はエネマグラが入りきらず誠に申し訳ございませんでした。まあね、わざとじゃないし、ね、大丈夫です。本気で入れようとしたんですけど入りませんでしたね。これから精進して頑張ります。しっかりお尻の精進をして頑張り入ったんやな。俺は見事に。いやすごいね。入り口というか、まあ、昨日ちょっとね、お風呂で指を2本ぐらい入れてちょっと慣れさせてきて、お尻に指2本、これより全然太いやん。あ、まあそうですね、多分ね、この辺ぐらい、あ、入り口入ってなんかちょっと部屋みたいなのがあって、お尻の中にね、あ、なんかそこぐらいまで行った気がします。ただ、そのまだその前立腺というものが、僕には何にもわからないけれども、まあなんかちょっとあれだよね、今までこう味わったことない感覚があるのは確かだったなと。押し寄せる波みたいな感じで大変いい商品だなと思います。あと同時にペペローションはやっぱりすごい力だなと。これはいい商品。もうやっぱりエネマグラとペペローションはコンビでぜひ使用していただきたいなと。あ、またね、チョモ君も頑張ってこれが入るように今後なっていくと思うので、これからもぜひ応援よろしくお願いいたします。なっていくから。いやまあでもね、今日もねいっぱい低評価ボタンつけるんでしょうね。かかってこいよ。低評価ボタンいっぱいつけるんでしょうか。知りませんけどね。知らないけど、とりあえずはもうチャンネル登録、はい、よろしくお願いします。今回はエネマグラとペペローション、使ってみたの動画でした。ありがとうございます。ありがとうございました。あーすごい、あーすっごい。